7月13日、東陽町にオープンした海上アスレチック、ビーチホッピング。35メートル四方にバランス棒や滑り台など16のアイテムが備わり、その規模は四国最大級。大人も子供も楽しめます。近年やはり観光客の海水浴客とかも少なくなっている中で、やはり美しい白浜海岸に人は来てもらいたいという思いがあって、楽しく遊びながら美しい景色の中で、まあ、いい天気の中で自然を感じていただける、その中でアスレチック的な遊びができるっていうところが見どころと思います。子どもたちにもそうなんですけど、皆さんが楽しんでもらえるような遊具、ね、海の上で、まあ、危険度も少ないですし、まあ、楽しく遊べるんではないかなっていうところがありました。子どもたちの海離れがささやかれる昨今、かつてのようなにぎわいを取り戻そうと設置されたビーチホッピング。その狙い通り、会場には子どもたちの笑い声が響き渡っていました。たくさんの人に訪れていただいて、綺麗な海を満喫していただく中で、お客さんと一緒に東陽町の人が楽しめるようなアクティビティになっていけたらと思っています。9月1日まで設置される海上アスレチック、皆さんも夏の思い出を東陽町の海で作ってみてはいかがでしょうか。海と日本。